アブガルシアは、スウェーデンの総合ツリグメーカー。通称、アブ。リールの、アンバサダーシリーズが、主力商品である。アンバサダー UC4600C1921 年に、スウェーデンのスヴェングスタにおいて、AB ウルファブリケン社として創業。社名は創業者である、カール・アウグスト・ボルイストレムの頭文字である AB と、時計工場を意味する、アーファブリカンを合わせたものである。 創業当初は、懐中時計と電話度数計の製造会社であった。1926年にタクシーメーター、レコードの販売を開始した。1934年にカール・アウグストが死去すると、息子である、家手が事業を引き継いだ。その後、レコードの販売は好調であったが、1939年に、第二次世界大戦が始まると自動車の交通は、規制され、 タクシーメーターの需要も尽きてしまった。そこで元来の釣り好きであった家手はそれを商売にしようと考えた。そして1941年に同社初のベートキャスティングリールであり、かつてのタクシーメーターと同じ名前であるレコードの販売を開始した。1952年には現在でもアブの看板商品であり続けており、大使を意味するアンバサダーのシリーズ最初期モデル。 ナンバー5000が発売された。なお、写真のリール左側に見えるエンブレムは、スウェーデン王室御用達のマークであり、1951年からリールをはじめとした製品に付けられており、現在では、同社のロゴと同等に、シンボルマークとして認知されている。アメリカ合衆国でリールを販売するようになり、AB ウルファブリケムはいつしか、アブと略されるようになった。 1954年にはニューヨークに本拠を置く輸入業者であるガルシア社がアンバサダーの全米での販売権を取得。ちなみにフランスのミッチェル社のリールの販売権は1949年に取得。1960年には米ノムコ社を買収し、ロット製造を手掛けるようになる。1979年、アブはガルシア社倒産に伴い、 アメリカでのハンド確保のために、ガルシア社を吸収合併し、1983年に正式にアブガルシア社となった。1995年にピュアフィッシングに買収され、現在では、リールだけでなく釣り座をやるアー、釣り用アクセサリー類の販売も行っている。日本でアブと正式に輸入代理店契約を交わしたのは、エビスフィッシングが初めてである。途中、海港券の著書、 フィッシュオイにアブのリールが掲載されたこともあり、人気を博す。1988年まで、その契約は続いたが、その後契約はオリンピックに引き継がれた。しかし、2000年にマミー OP が釣り具事業から撤退したため、その後はピュアフィッシングが M&A によりアブガルシア社のオーナーとなり、2000年よりピュアフィッシング100%子会社の日本法人である。 ピュアフィッシングジャパンが国内販売を行っており、現在に至っている。ありがとうございます。